マイケル・イグナティエフはカナダの政治学者、政治家。専門は政治思想、人権論。カナダトロント生まれのロシア系カナダ人。トロント大学を卒業し、1976年にハーバード大学にて歴史学の博士号を取得、ブリティッシュコロンビア大学助教授を経て都営。ケンブリッジ大学キングスカレッジ研究員を務める。一方、 BBC 放送のドキュメンタリー制作にも携わる。2000年より、ハーバード大学、ケネリ行政大学院で人権論を教えていたが、2005年末、ハーバード大学を辞し、翌年カナダ会員選挙に自由党から立候補、当選。2008年12月10日より、全党首ステファンデオンに代わり、暫定的に自由党党首となる。2011年の総選挙では落選し、 当主も辞任。アイザイア・バーリンに影響を受けた自由主義者の一方で人道的介入を支持する、いわゆるリベラルフォークであり、イラク戦争にも賛成したことは物議を醸した。2003年に発表した軽い帝国ではアメリカの人道的帝国としての責務を説いた。2000年9月にカナダ政府によって設置された介入と国家試験に関する国際委員会の一員として、 保護する責任の定義に貢献した。2019年ダンデイビット賞受賞。祖祖父は、帝政ロシアの政治家、ニコライ・イグナチェフ。祖父は、パーベル・イグナチェフ。父、ジョージ・イグナティエフはカナダで外交官を務めた。マイケル・イグナティエフは、エトビコークイコールレークショア選挙区で2006年、2008年と当選した。ありがとうございます。